手帳を書いていくって、みんなで書いていって、共有しながら、健康相談会に来た先生方に見てもらいながら、母子手帳のようにして、まあ、子どもが大きくなったとき、今1歳の子どもが20歳になったときに、母子手帳と一緒に渡してあげるものにしたいと思います。